長三浦大輔、切れる。DeNA の一区投手の投球内容に三浦大輔監督が一喝し、自らマウンドへ赴き降板を促しました。7回、3点リードの DeNA は2番手の一区投手がマウンドに上がります。先頭打者の糸原選手に7球粘られ四球を許すと、続く近本選手には4球すべてボールを与えてしまいます。さらに中野選手にはレフトへ安打を許し、無視満塁を招きます。すると、三浦大輔監督が直接マウンドへ向かい一区投手の元へ。一区投手は首を横に振る素振りを見せますが、三浦監督は一喝し、一区投手の背中を押し降板させました。続く、坂本投手が冒頭で失点、森下選手に犠打を浴び2点を奪われました。番長の由来はここにありか。ウィックの態度が良くなかったね。内野陣もブルブルしてそう。これがいいきっかけになるといいね。DeNA、頑張れ。南西魔球チャンネルは現在動画編集者を募集しています。興味のある方は動画概要にあるメールアドレスにご連絡ください。